ジャンク録音式ウェブラジオチェンラジ。皆さんこんばんは、緑子ひくるです。今谷さみです。内田彩です。高木ゆりかです。ジャンク録音式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。はい、そしてチェンクロでは第4部クライマックスチャプター2ムクロの世界が配信されています。います。我々はもう少しですね。散らしますね。散らされてもらいます、はい、というわけで長く旅してきた第4部もクライマックスチャプターズまでやってまいりました。わあ、うん。まあね、クライマックスチャプターズいつもボリューミーですから。確かに、うん、なんかでもそうか、これってあのあれがああでとかいろいろ想像してしまうんですが、うんうんうん、ぜひ皆さんの目でね確かめていただきたいと思うんです。そして、はい、もうオープンされてます。もうこの段階で一人や二人、ね、あやちゃんはクリアしてる可能性あります。いや、してないでしょ、してないでしょ。あやちゃんはありますよ。だってなんて言ったって目標ですから今年の。いやでも、うん、思ったんですよ。なんですか。あと4ヶ月しか今年はねえってことに。本当だ。気づいてしまったんです。4ヶ月と20数日あります。うわー、そっか。でもそれ普通にいつものパターンで考えて、うん、まあほらものすごい上手い方たちは、ね、うん、試行錯誤してポツポツクリアされるでしょうけど、我々レベルが、はい、え、もしかしてってまず最初に思うのは、きっと年末年始のガチャで来る強いキャラクターあたりじゃないですか。確かに。そうそう、だからちょっと休みがあるからそれゲットして頑張ってっていうね、いつものタイミングだとそんなありそうじゃないですか。ちょっと強めのキャラクターが来て、なんか現状でクリアできる人たちはもう本当に一握りですもんね。はい、そうか。そうですよ。で、だからこそ去年14階層ができた時も、うん、あー無理だってなってお正月に14階層クリアするのをちょっと現実逃避して15階層って書いたから、多分年末年始くらいでですかね、頑張ればいけるかな。明るくいこう。はい、そうですね、頑張ろう。よし、もうクリアしてるかも。我々目標叶えるぞ。わー、5日ですからね。わー、始めていきましょう。はい、まあとりあえず今井さんとゆりこも頑張れ。はい、チェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジオ、者ども時をあげよう。改めまして、緑川光です。今谷さみです。内田彩です。高木理香です。ではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題してアルカナメール。こちら給料のくまこさんからいただきました。緑川さん、今井さん、内田さん、高木さん、こんばんは。こんばんは。7月26日のチェンクロ11周年おめでとうございます。はい、イグド祭2024はありがたいことに現地参加で、おしゃれなセガ本社に感動しつつ、ここでチェンクロが作られているのかと思うと感慨もひとしお。テーマのつながるチェインクロニクルの通り、隊長さんたちと交流できた名刺交換、念願の酒井さん降臨や内田さんのお誕生日をみんなでお祝いしたり、温かくて楽しい弁当本当にありがとうございました。貴重なお宝がザックザクの鑑定団、白熱したバトルロワイヤル、新世界ムクロの世界も発表され、推しの白飛が登場した瞬間、わーっと声が出ちゃうくらい嬉しかったです。来年の遅刻担当は今井さんになるのか。頑張ります。遅刻を頑張るってどういうことか分かりづらいけど頑張りたい。すごく楽しみなので12年目のチェンクロも応援していますといただきました。あとあれも面白かったですよね、控え室。控え 室、 控え室なんかそれぞれ名前があってさ。あ、そうですね、セガさん絡みの、うんうん、あれなんだけど、俺バーチャファイター、
私プリントクラブでした。プリントクラブ、 すごいな、ね、きっとあの普段会議とかで言われてるんでしょうね、じゃあプリントクラブで打ち合わせしましょう。面白かったですね。柳田くんはなんだっけ、北さんどこだったんですかね、ハングオンだっけ、そうだよね、ハングオンだよね、懐かしい。で、私ゆりぽんがセガサターンでした。あ、そっちか、はい、真ん中だったね。真ん中でした、うん、私あのロボ、ロボピッチャ、ロボピッチャだった、はい、すごいいろいろだね、はい、だってもうきっともっとあったよね。いっぱいありましたね。急にそれだけで楽しいね、はい、あとなんかちょっとそのゲームのミニチュアみたいなのも飾られてたりとかさ、ありましたね。でもなんか、ね、あのプリクラ機の小型のオブジェの横にリアルなあのプリクラの手帳が置いてあったんですけど、ね、え、これってどなたのなんですかってスタッフさんにセガさんにの方に聞いたら、いやそれが誰もわからないんですよ、誰か誰のなんですかねっておっしゃってて、めっちゃめっちゃなんか面白かった。すごい見ちゃったんですよ、あプリ帳があると思って懐かしくて、私も同じビニールの手帳のにプリクラ貼るやつ持ってたんですけど、これよく見たら多分同じ人が一人で撮ってるからこれのためにわざわざ作ったんじゃないかと。ああそういうことだから、展示するために。ちょっとなんか物語感じちゃうね。あとあそこがすごかったよ、トンネルのところね。一応ほらちょこちょこと覗かせてもらったけど、隙間隙間になんかさお仕事するスペースがあるんだけどさ、 あんなチカチカしてるとこでできんの。すごかった、ね、うん、なんか遊び心を ね会社の方々が感じながら、いいよね、チェンクロ開発されてるんだなって思いましたね。またあそこでやりたいね、はい、やりたい、あそこ通って出たいね、出たい、出たい、あそこ通って出たい。その場合ちょっといろいろ設備を考え直さないといけないし。はい、さあそしてですね、こちら紹介しますね。白玉さん、もしくは白玉さんからいただきました。皆さんゆぐどさいお疲れ様でした。お疲れ様でした。今年も贅沢な生アフレコスペシャルドラマとか、ついに第4部がクライマックスへとか、お宝のように運ばれてくる酒井さんとか。めっちゃ笑ったよね。面白かったね。いろいろと楽しいことを、楽しみなことが詰まった1日でした。でも私はどうしても改めてこの場でお伝えしたいことがあります。それは内田彩さん、はい、先日のライブでスリーハーツとオープンエアクロニクルを歌ってくださってありがとうございました。今も歌っていただけるのがすっごくとっても嬉しくて、ありがたくって、本当に幸せな気持ちで迎えられた特別なゆぐどさんになりました。本当にありがとうございました。おお、なんじゃ定期的に歌ってんの、大阪で。そうなんですよ、なんか普通のライブとまた別で個人で企画してるライブがあって、あのキャラソンだけ歌うっていうライブがあって、そこで歌わせてもらいました。明日11周年ですって言って、すごい、あ大阪公演と東京公演があったんですけど、東京公演の翌日がゆぐど祭だったので、あそういうことか、歌わせてもらいました。まあ、そんだけ歌ってるからやっぱ気に入っているんだよね。あそうです、かっこいい曲多いですし、うん、今回はこの2曲だったんですけど、うん、テリリアのキャラソンとか、うん、あのたまに歌わせていただいたりして、うん、いや白玉さんもね、はい、こんなに喜んでもらえたなんて、よかったです。皆さんメッセージありがとうございました。さあまだ我々は時の狭間に挟まれておりまして、はいはい、メンテ中ですね、メンテ中、はい、まだ開けてません、はい、まだ僕らはプレイできないのですが、我々にはレジェンドがいるということでありがとうございます。誰か俺の他に一人ぐらい取ってくるかと思った、ね、ちょっとボロ負けしちゃったんだよ。あ一応ね、予備で取ってきたものがあるんで、じゃあちょっとそれを見ていただきたいなと思います。あ、はい、かわいい、こっちの部位はですね、あの義勇軍本部、皆さんこれ知ってます、うん、こんな落書きされてたの、はいはい、これね、こ普段結構載せてるとちょっと見落としがちですよね。確かに、はい、自分絡みだとカッパ、カッパかわいい、このカッパさん超かわいい、このすごい雑さ加減がいいよね、いいですね、これ全部瞬時に分かる人いるのかな、ね、ピリカめっちゃ可愛い顔が、顔可愛い、可愛い、すごいなんか雑な感じがいいですね、昔の壁画みたいな竜も書いてあるし、はい、そしてですね、スタジオライトの方にですね、団長を集めて、おー
ちょっとおしゃれに展示してみました。みんなさ、あの後ろのあれがかっこいいよね、うんうん、すごい、かっこいい、かっこいいよな、躍動、素敵。そうそう、前とはちょっと違うポジションで置いてみて、ちょっと、ね、別格にかっこいいよね、うん、この人たちのね、かぼちゃが観客のようだ。かっこいい、やっぱ銀髪かっこいいね。そして噂のあのユグダのやつが入るとまたおしゃれです。ツーショット、ミスタッチ、あるある、一周一周一周、あ、いいかこれも上の武器と色がね、そう、あのだからちょっとね、これこの間のねユグド祭でも皆さんの見て、うん、またなんか新しいの作りたいななんて思ったんですけど、うんうん、これいずれ皆さんともコラボってやってみたいなと思ってるんで、その時はよろしくお願いします、うん、皆さんのキャラクターでどこ置きますかみたいな、ね、おお、はい、すごい、楽しみにしててください。はい、おぴったり、尺もぴったり。公式ウェブラジオチェンラジ、これでみんな大成功。続いてはこちらのコーナー、インスタ映えするチェンクロ。リスナーさんからハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で入るチェンクロ画像を募集、みんなで見ていきたいと思います。こちら M カニさんからいただきました。タイトル目指せ12周年ということで見ていきましょう。せーの、ドン、のードーンと来てますね、綺麗、いやいい、なんかこのドーンってこの壁紙と絨毯のバランスがやっぱいいですね、これまあ動いてるとだいぶ派手です、ね、派手ですね、ちょっとそれがあれだけ残念ですけど、うん、ライトもちゃんとピリカとニミニミピカニピカに当たってて、いやもう12周年ですよ、早い、どうなるんでしょう、もう少し11周年をかみしめさせてくれ、このカッパさんとドールのこの提灯みたいなの可愛かったんで、もうちょっとでもね、もう我々ちょっとこれが終わってメンテ開けみたらいなくなってる可能性大ですよね。ちなみにこう床が10周年のやつじゃないですか、で正面に11周年ってあって、うん、12はどこにするんだろう、確かにテーブルに急須もあるし、急須の急須、急須の急須、でもこの11周年のは残らないですもんね、そっか、家具として、だからこのタイミングで残したんじゃないですかね、花火も上がってるしね、ちょうど、うん、ジュースのストローが6周年に見えた9周、あ、そっか、キュースはまた違うのか、面白い、かわいいですね、ありがとうございます。続いてマルシェさんからいただきました。タイトルかけっこということで見ていきます。せーの、あ、すごーい、ーゴールテープ、すごい、すごい、やっぱガジジナが1位なんだね、圧倒的、まあ言うても下にねスペシャルゲストってあるんで、まあ当然じゃ当然、確かに招いてますからねスペシャルゲスト、お前らちゃんと分かってんだろうな、主役スペシャルゲストだから、向かったゆっくり走れよ同じ場所で足をまず上げるんだほぼ一緒ですね、かわいい、かわいい、すごい、いいな、あれですね、あの魔法学園の生徒、女子、女子、女生徒でしたっけが持ってくれてる、活躍してます、うん、ありがとうございます。続いてゼロさんからいただきました。タイトル浜辺でボール遊びってことで見ていきます。せーの、ドン、にゃん、かわいいですね、かわいい、いやお腹が無防備お腹かわいい、ヤドカリにチョンってやられたら痛そう痛そう、かわいい、触りたい、そしてフィーナがかわいい、楽
しそう。いいですね。満面の笑み。ヤドカリさんも参加してんのかな。してますね。下手すると割れちゃうね。割れちゃう。ハサミの真ん中を突き出さないで。うまいこと。ボール割れたら多分あの気利かせて上のねヤシの実それでやるんだろうね。怖いね。重そう。痛いよ。当たったら痛いよ。突き指しますね。では続いて、大泉さんからいただきましたタイトル横丁の居酒屋ということで見ていきます。せーのドン。あーあーいいですね。すごいちょっと白いテーブルとかはおしゃれですけどね、うん、横丁の居酒屋みたいなバーテンダーおる、うん、おしゃれめっちゃこう撮ってるの意識してるよしらって見てますね映えを意識している、うん、すごいやっぱ夏は居酒屋ですね、うん、美味しいお酒が飲める。でもなんかほんとマジですげえな、みんな自分の時空とは違うところになんか部屋ちゃんとある、うん、そうですね部屋作れるのすごいな、うん、すごい本当にここまで作れるのがすごいですよね。この義勇軍本部をこうドンって見てどこまでをこうお店にしようかなみたいな、うん、角度が難しい、カメラ目線のこの上に、うん、あのチェンラジのあのあれがペタって貼ってあるけど、はい、横からだからあんまり文字が見えない分時計にも見えるからなんかいろんなね、うん、想像膨らむ ね、 すごいありがとうございます。ということで皆さんもぜひハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で画像を投稿してください。ハッシュタグチェンラジ投稿とついている場合はどんどん番組でご紹介させていただきます。さあこの後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします。ということで今回の配役は私がヤイと、私マイアサミがコトロン、私内田彩がアズミとカスガ、私高木イリカがモガリとアンコです。それでは行ってみましょう。チェンラジラジオドラマスタート。言うとる場合か。いや言うやろ、ポカンポカンって言っちゃうやろ。だって義勇軍本部がなくなってしまったのだからな。ここよね、義勇軍本部ここにあったよね。ただの空き地しかないんやけど。うずみ、道間違えた？いや船乗りの俺にはわかるぜ、ここは間違いなく義勇軍本部だ。ほらそこの木とか本部の庭の木だろ。ほんまお昼寝にぴったりのわしら御用達の木。したらやっぱこの空き地義勇軍本部なんよ。我が輩、義勇軍本部が消失したことは情報として聞いていたのだが、やはり目の当たりにすると驚いてしまうな。え、ヤイトは知ってた？さすが解説のヤイトさん、情報通達。ほんで何があったん？なんで義勇軍本部なくなってしまったん？それはそのなんかムクロの妖精とかなんとかいうなんかがなんかしたらしいのだ。ふわふわじゃねえか。仕方なかろう、ファティマたちの解説はなんか難しいのだ。とにかくそのなんかで隊長も一緒に消えちゃったらしいぞ。隊長も？したら義勇軍どうなるの？解散？来週からコドロ隊長の義勇軍で連載再開か。そこはオズミンの勇者伝説連載開始でしょ。いや、呪術師モガリの暗黒デイズとかかも。いや
安心しろ、義勇軍解散はない。ピリカやフィーナ、それに他の義勇軍のみんなが頑張ってるらしいからな。あら、そう？主役変わんなくて大丈夫な？隊長の代わりならこの船長コドロ様にお任せだぜ。オズミやコドロを頼るようになったら本当に義勇軍は終わりだと思うぞ。どういうこと？あ、待って待って、本部なくなっちゃったってことはわしが本部に残しといたおまんじゅうの半分どうなった？うわ、それ、うずみなんか今月のお小遣い置いてたピンチ。俺様の海賊ごっこイタリアセット。うん、それらも全て一緒に失われてしまった。多分ムクロの世界なんかそんなとこにあるっぽい。またふわふわじゃん。どこだよ。返して、うずみのお小遣い。それと隊長がいなくなったことで晩鐘鏡が使えなくなり、他の世界との行き来ができなくなっているらしいのだ。あら、それちょっと大変なんちゃう？そういえばアリーって暴力の世界に行くとか言ってたかも。ありゃ、じゃあアリーちゃんは暴力の世界から帰ってこれねえのかよ。まあいいけど、ちょっとかわいそうだな。アリーちゃんだけではない、デルフィーナも暴力の世界に行ったきり戻ってこれないようなのだ。デルフィーナはダメでしょ、俺らのやつは。あとファルベも隔離用の世界に行ったきりらしい。わしらのアップルパイ、大変だぜ。どうにかデルフィーナやファルベを助け出さねえと。やっぱり今こそオズミたちの出番ちゃう？オズミたちが頑張ってムクロのなんとか行かないとあかんて。ついに我々も世界を救う旅に出る時が来たのか。まあ本当に義勇軍本部がなくなっていますわ。鶴姫様や義継さんから聞いてはいましたけど、この目で見るまでは信じられませんでしたよ。はああんこ、春日、お前らは無事やったんか。まあひよにさんたち、はい、給料は異変で大変ですけど、この通り私たちは元気ですわ。ピリカやフィーナさんたちにせめて差し入れをと思ってお菓子の材料もたくさん持ってきました。おお、あんこと春日が大丈夫ならとりあえずなんか安心したぜ。ほっとしたらお腹減ってきた。うむ、お団子を所望するのだ。義勇軍もこれで安泰やね。アリーチェアリーチェアリ、あ、そうだ、コドロがアリーチェのことをちょっと心配してくれて本当に心配してたのかな。心配してましたよ。いや、私はそう感じました。本当にコドロ実はかわいそうやな。その後のデルフィーナはダメでしょ。デルフィーナはいなきゃダメでしょ。そっか、アリーチェとそっちにかかってるんですね。デルフィーナー。でも確かにお菓子といえばデルフィーナ、うんうん、リーチェはまあかわいそうだな、はい、まあ、リーチェも食べる係ですもんね。ライバルか。ライバルかライバル、クッキーライバル。確かに。いっぱい食べてある。減ってる分逆にいいのか。あ、やっぱそっちの方のコドロのかわいそうだな。まあ俺が食べるけどなみたいな。違うよ、俺は本当にちょっとほっ、まあ、それも悪くない。それも悪くない。かわいい、かわいいな。あさみさんもなんかお菓子キャラ欲しいです。お菓子キャラ欲しいな、作る方、はい、待って、ちょっと待ってよ。全くいないの作る。俺で言うとほら、テンペスタとかどっちかっていうね、うんうん、あんまないいないか。食事に うるさい系の子はいないかもしれないですね。あんまりいたかな、あんまり。そうですね、食事にうるさそうなキャラクター、いずれね。そうですね、まだ食べられるみたいな。どっちかというと作りたいです。まだまだ食べられるよ。どうしよう、飴細工がうまいとかどうですか。飴細工がうまいキャラクターとか、先生たちどうですか。
どこにいらっしゃる先生すぐ飴細工つく飴細工ささんいいですね給料給料にそうですね、うんうん、確かに、うんうん、というわけでこのラジオドラマですがリスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集しています。皆さんどしどし送ってください。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジありったけでいくよ。続いてはこちらチェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。現在11周年を記念して8月18日までの期間中毎日無料11連ガチャを開催中です。第1部から第4部の代表的なキャラクターたちが登場しますので毎日様々なキャラクターとの出会いを楽しんでください。期間中は毎日0時に無料で引けるガチャが復活します。なお55回ごとにダブルSレア確定ガチャを引くことができますよ。毎日忘れずに引きましょう。続いて現在万象新世界フェスが開催中です。今回登場したのはムクロの世界デトネイターベルナー魔法使いのまぶき CV は柳田純一さんイラストは天野花さんです。続いてもう一キャラファインディングガールキュア弓使いの十武器 CV は田村ゆかりさんイラストは川澄さんです。なおこちらのフェスからは情報調整された謀略の世界のリベラも復刻で登場します。開催期間は8月7日水曜日までです。ムクロの世界ベルナーとキュアの登場を記念して3つのパックが販売中です。賢者の塔ベルナーパック謀略の世界ベルナーパック謀略の世界キュアパック販売期間は8月7日までです。続いて11周年11大プレゼントクエストが開催中です。7月26日の周年当日から本日8月5日までに登場した11個のクエストをすべてクリアすると合計で110個の精霊石を獲得することができます。さらにこれらのクエストをクリアするとさまざまな豪華報酬がもらえる11周年記念超豪華イベントミッションも開催。ミッションクリアでキャンペーンガチャチケットや11周年ダブルSレア限界突破アルカナ選べるキャンペーンチケットなど超豪華なアイテムが獲得できます。また11周年記念超豪華イベントミッションで獲得できるキャンペーンチケットではクロニクルの覚醒フェスで登場したキャラクターを確定で仲間にすることができるクロニクルの覚醒キャラクター確定キャンペーンガチャを回すことができます。こちらのキャンペーンチケットは明日8月6日火曜日まで販売される精霊石127個セットのおまけとしても入手することができます。開催期間は8月18日日曜日までです。同じく11周年記念超豪華イベントミッションで獲得できる選べるキャンペーンチケットは対象のグランドキャラクターの中から好きなキャラクターを選んで仲間にすることができます。またこちらのチケットが入った11周年記念アニバーサリーパックが現在発売中。販売期間は8月15日木曜日まで交換期限は8月18日までとなっています。続いて現在 CEO の参謀フェスが開催中です。登場したのは CEO の参謀エルビラ魔法使いのまぶき CV は川澄彩子さんイラストはチビさんです。またこのフェスからは CEO レザディアも復刻で登場します。開催期間は8月7日までです。続いて現在11周年を記念したメダルハントイベントが開催中です。期間中 AP を消費するクエストをクリアすることでイベント専用の11周年メダルを獲得専用の交換所にて豪華景品と交換できます。また今回のメダルハントイベントはムクロの世界所属のキャラクターとエルビラなど一部の謀略の世界所属のキャラクターが活躍します。活躍するキャラクターについてはゲーム内でご確認ください。また現在メインストーリーの裏で起こる謀略の世界での出来事を描いたストーリークエスト消失都市が配信中です。メダルハントイベントストーリークエストともに開催期間は8月7日までです。続いて現在 AU 結束フェスが開催中です。今回登場したのは謀略の反逆者デゴネット騎士の残武器 CV は沖合良太郎さんイラストは岡さんです。なおこちらのフェスからは謀略の世界のレノ謀略の世界のスーリアも復刻で登場します。開催期間は8月7日までです。続いては最新イベント情報です。8月7日水曜日より強敵襲来イベント
迫害の魔人ミスラン襲来が開催されます。あらすじを紹介します。ユグドへ遊びに来たリベラを追いかけて丘陵へ向かうフィーナたち。その途上、丘陵近海の無人島にてリベラと葵に遭遇する。葵は海底火山の調査で、リベラはその付き添いで無人島にやってきたらしい。再会を喜び、束の間の余暇を楽しむ一行。そんな中、魔人ミスランは陸を支配するため暗躍していた。このイベントでは報酬としてこちらのキャラクターが手に入ります。迫害の魔人ミスラン、魔法使いのまぶき、 CV は大原さやかさん、イラストはむなしちさんです。イラストを見てみましょう。怪しい、タコせ、タコや、タコ、なんか妖艶ですね。すごい。あ、タコ、タコね、ルーラさんと一緒のタコ。お仲間、お仲間かしら。同族、仲良くできそうね。ルーラさん、こっちのがリアルですが。何？私のことディスってんの？ディスってやめて。いや、リアルじゃないから。下がっちゃうから。リアルじゃないからディスってとかないです。でもなんかちょっと微妙に感じ悪いよね。ごめんなさい。分かってはいたけど、この子微妙に感じ悪いよね。ありがとうございます。ありがとうございます。合わせて同じく8月7日よりイベント支援フェスが開催されます。登場するキャラクターは、真夏の剣士リベラ、弓使いのソブキ、 CV は水木奈々さん、イラストはトイハチさんです。イラストはこちら。すごい、めっちゃかわいい。リベラさんすごいですけども、かわいい。かわいいし、スイカうまそう。かわいい、好き。すごい。どうなってるんだって、一瞬いろんなとこに目が行きますね。どこが見してんの二人とも。どこかな。すごい、いや、柔軟性がありますね。こう飛びながら足を後ろになってるんだけど、背中グッてなって顔ギュッてこっち向いてますからね。柔軟性の塊です。リブラの髪ってこんな色だったっけって思ったら、なんか違った。なんでゴーグルみたいなのつけてる。あ、そうだね。髪の毛はいつもの紫っぽいやつだね。綺麗、絶対欲しい。いや、これはね、水着大好きなたちも大歓迎。大好き大好き。はい、続いてもう一キャラ、こちらも期待できますよ。真夏の鬼巫女葵、戦士のとつぶき、 CV はさくらあやねさん、イラストはなるだくさんです。どうぞ。じゃじゃん、かわいい。ちゃんとなんか元の雰囲気残してるのね。そうですね、おしとやかな雰囲気もありつつ、大胆なお水着、柄も青いっぽい、ぽいですね。これ見つけた時、葵ちゃんすっごい喜んだんでしょうね。この水着私にぴったり。すぎる。これはちょっと夏が長くていいですね。チェンクロの夏は長いぞ。強敵襲来イベント支援フェスともに、開催期間は8月15日までです。またリベラと葵の登場を記念して、同じく8月7日より2つのパックが販売されます。聖夜の剣士リベラ、最果ての剣士リベラ、年代記の姉妹の絆リベラウィズフィーナが入ったリベラパック、そして鬼巫女葵と渦中の鬼巫女葵が入った丘陵葵パック、販売期間は8月の15日までです。続いて8月10日土曜日より、復刻シンパシーサマーフェスが開催されます。真夏の神器護持者ガラクシアスや真夏の送別者シエラスエスなど、共鳴必殺共鳴アビリティを持った水木キャラクターが復刻します。今回のフェスはダブルエースレアキャラクターが 10% で登場し、さらにガチャ5回ごとにキャラクターがもらえる大変お得なフェスになっています。開催期間は8月15日までです。最後にグッズ情報です。チェンクロ11周年記念パンフレットが現在オトマートで販売中です。過去の周年パンフレットなども購入することができますので、合わせてチェックしてみてください。以上、チェンクロ最新情報でした。チェンクロ公式ウェブラジオ。
けしてきたチェンクロコースキーウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。なんか水着キャラクターに選ばれる、はい、選考の過程のスタッフさんの会話を盗み聞きしたい、うん、盗み聞きしたんじゃないですか。したい、聞いてみたいです、ね、でリベラはなんとなくあれだけど、うん、葵ちゃんが選ばれた経緯知りたい、うん、知りたい、まあ、そこから給料つながりでね、清仁に来てくれる、清仁の水着ですか。可愛い、見たい、怪我あっても履けますよ。怪我あってまずいですか。全然いいんですけど。剃りますよ。いやいやダサっちゃダメ。やっとそんなに気になるなら剃りますよ。かわいそう。いや一応ちょっとモフモフになるのでちょっとそのまんま日焼けしたらちょっと焼き鳥みたいな感じになります。ペットを飼ってる方はわかるけど、剃ったらお前そんなちっちゃかったね。そうですね。あれあれそうなんですよね。お風呂入った時とかね、身長ってそうそうそう、あれびっくりするよ最初。嘘、やっぱめっちゃ華奢じゃんデブデブ言ってごめんねって、そうそう、あれ驚くよなサマーカットに ね, ね, ねかわいい、ヒヨニのサマーカット断りだ全然別キャラみたいな、別キャラになるよ。そうで皆様、美しいリベラと葵の水着をめでてあげてください。さてこの番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。温泉の番組ページのメールフォームから送ってください。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL はhttps://pirikakuro.page.link/mizugi2024 水着2024です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は8月12日月曜日18時59分までです。ということでここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木ゆり香でした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。